ロンゲラップ干渉の衛星写真、ロンゲラップ干渉はミクロネシアにある干渉である。ここはマーシャル諸島の一部であり、61の小島により構成される。すべての島の面積はおよそ8平方キロメートルに過ぎないが、干渉の総面積は1000平方キロメートルにもなる。1954年に、 アメリカ合衆国が西に 240km 離れたビキニ干渉で行った水爆実験キャッスル作戦によって深刻な放射能汚染を受けた。アメリカ合衆国は1946年から1958年にかけて水爆を含む軍事目的の大気中核実験をロンゲラップ干渉から約 240km 離れたビキニ干渉で行った。 特に1954年3月1日に行われたキャッスル作戦の水爆は、多量の死の灰を降らせて、ロンゲラップ干渉の住民や日本の沿用漁船が以後、フクルーマルを含む多くの漁船を被爆させた。実験の3日後、ロンゲラップ島の住民64人全員は 1.75G の放射線に被爆し、財産を残したままクエゼリン干渉に強制的に移住させられ、治療を受けた。 実験から3年後の1957年に、アメリカ合衆国は、ロンゲラップ干渉の安全宣言を行い、元の住民の帰宅を認めた。しかし、干渉に戻った住民の多くに、甲状腺の使用ができ、また子供の多くが白血病で死亡した。ロンゲラップの元村長ジョンアンジャインも1歳の時、被爆した息子レゴジを1972年11月15日に、 人類の水爆死1号として、急性骨髄性白血病で亡くした。1985年にグリーンピースは、干渉から住民を救い出し、クエゼリン干渉のメジャット島とイーバイ島に住民を避難させた。しかしイーバイ島は、ロンゲラップ干渉より、明らかに小さく、失業者が溢れ自殺も多発し、過密な人口は島への定住を困難にした。 1996年9月、アメリカ合衆国内務省は4500万ドルを投じてロンゲラップ干渉に残る汚染土壌を数インチ除去することで島民と合意した。多くの評論家は、この作業は不可能だと考えていたが、島の村長ジェームス・マタヨシは、作業は順調に進んでおり、明るい未来を約束すると島民や観光客にアピールしている。 2001年に島民を祈祷させるための放射能の汚染除去作業が始まり、マーシャル諸島共和国政府は核実験の被害保障は不十分だとしてアメリカ議会に新たな保障要求を行っている。ありがとうございます。